八戸駅前郵便局が入居する八戸地域地場産業振興センター八戸駅前郵便局は青森県八戸市にある郵便局である民営化前の分類では無収配特定郵便局であった局番号は84,288住所郵便番号039-1102青森県八戸市一番町一の9-22八骨地域地場 産業振興センターの1階に設置されている。新局設置のきっかけは、1996年9月に行われた八戸市議会本会議中において、ある八戸市議員が東北新幹線八戸駅への延伸に向け、改築される新八戸駅車内への郵便局解説を提案することから始まった。知りない地区は長らく、 八戸西郵便局の担当区域であったが、当局が1996年12月2日付で、約 1.5km 先にある長縄城2日、市地区へ移転されることとなり、駅周辺では、三条間郵便局のみとなることから、知りない地区周辺の住民に対するサービスだけでなく、駅利用者の利便性などを考慮し、市や JR などを構成する八戸駅整備。 検討委員会等において検討していただくことになった。その後様々な検討を重ね、設置場所を八の平の隣にある八の平地域地場産業振興センターとし、2000年1月17日付で当局が同館1階に設置された。ありがとうございます。